はい、こんにちは、いっぺです。今日は背中あの引っ張る系のね、引っ張る系の筋肉を鍛えていこうと思います。細かい説明は今回は僕は分からないんですけど、ね、言葉にするのは難しいのでね、まだ勉強してない部分が多いので、あの基本的なところですね、あの早く縮める、ゆっくりやるんじゃなくて早くやる、うん、縮める、負荷をかける瞬間に早くやって、で戻すときはあの自然に戻すというふうにね、やっていきます。早くやる理由は簡単で、あの、ニュートンがね、リンゴ、重力あるじゃないですか、重力。重力ってスピードが速い方が重さが重います、重いですよね。うん、だからあの、ゆっくりの力よりも、2倍のスピードでやると2倍の重さがかかる。4倍のスピードだと4倍の重さがかかるということで、使う重量が軽くても、スピードを上げれば重さはね、重くなる。その分あの鍛える効果も、ね、出てくるということで、あの引っ張る系の、ね、筋肉を鍛えていこうと思います、うん、今日はねあのこういう風に上から引っ張ったり前から引っ張ったり下から引っ張ったり、ね、していきますんで、あの、まあね、一緒にやりましょうということです、はい、こんな感じで、ね、あの上から下に引っ張るローイングですね。これをあのまず15キロを30回やりました。まあ、結構ね、このどの辺かな、まあ、マッキーですよ、この辺ですね、この辺に効いてきます。で、背中の筋肉はね、あまり見せることはないんですけども、あの背中の筋肉は見せることはほとんどないんですが、背中にしっかり筋肉がついていると、あの姿勢も良くなりますし、姿勢が良くなると代謝も良くなりますし、代謝が良くなるとあの痩せやすくなるというふうにね、いろいろいい効果があります、結構ね、あの今の時代はスマホを使ってね、肩が内側に巻き込まれちゃって、で猫背になって、で代謝、首がストレートネックになって頭痛やね、あの不調の原因になったり、あの猫背で代謝が落ちて太りやすくなったりっていうことがね、多いなりやすい時代なんで、なおさらね、背中を鍛えて胸を張ってね、で腹筋もね、ピンって伸びますから、お腹もね、引き締まりやすくなりますということでね、どんどん背中を鍛えてね、美しい姿勢で毎日過ごしたいと思います、じゃあ2セット目いきますはい、2セット目完了です。これで、ね、あの30キロを60回やったことになります、まあね、あの引く時のスピード、あの負荷をかける時のスピードを上げることによって、あのついている重さよりもね、もっと重い重量がかかったのと一緒になりますから、効果もね、良くなります、上がってきます、スピードを早く動く筋肉、早く縮める筋肉、速筋ですけども、速筋の方があの太くなりやすいので、
筋肉がつきやすいので、あの僕はそっちの方、側筋の方を鍛える方流れをメインでやっております。なんせね、身長が160ないもんですから、あの少しでもね、ガタイを良くしておきたいなっていうのがあるんですよ、うん、ということでね、まあ、ちょっとね、仕事柄ね、あの仕事柄、あの外国人の団体がね、お客さんにいっぱい来るので、なんでね、やっぱりひょろひょろだとね、なんだこいつって、ちょろいじゃんみたいな感じで、ね、なかなかこちらのね、要望も通らなかったりすることも多いんですけども、しっかりね、鍛えてがっちりしておくと、あのそこまで強く言わなくてもきちんとあの話を聞いてくれることが多いです、うん、なんでね、あの一人の人間として自信を持ってね、あの毎日過ごしていくためにも体を鍛えるのはおすすめですということですね。で、3セットに行きます。これでね、15キロ30回が3セット目、90回やったことになります、うん、まあね、この辺から結構あの乳酸が溜まったりね、あの張ってきたりするので、ちょっとねストレッチしながらやるといいんですけどもね、こうやって横に引っ張る筋肉はね、横にこうですね、あの、うん、なんだろうな、やっぱこの肩周りががっちりしてくると、あの肩幅が出てね、男らしさも上がってくるので、あのそうですね、なかなかあの男性で、ね、舐められがちな人とかね、あの結構肩幅がなくて内側に巻き込んでて、で猫背になってるみたいな人はそういう体勢だと、あのあんまりね、重要な感じでは扱われることは少ないので、ぜひね、あの開く筋肉ですね、うん、これで腕を外に開く筋肉、今回はね、こうですけども、開く筋肉をどんどん鍛えてね、うん、どんとどっしり、うん、構えることによって、あなた自身がね、普通に暮らしてるだけで、 あなた自身がね、もうその今までとやることは変わらないのに、体勢が、姿勢が変わるだけで周りのね、反応がね、ガラッと変わる人も出てきますから、そしてあなた自身の信頼度も上がってきますので、ね、あのぜひね、あの胸を張って堂々と生きれるように体を鍛えていきましょうということで、4セット目いきます何を言ってるか、やっぱ背筋ですね、特にここの真後ろ、ここの真後ろ、この辺ですね、この辺のががっちりついてくると、もうあのパンチ力もね、ものすごく上がってきますから、パンパンパンっていう感じでね、あの僕はボクシングを習ってないので手を振り回してるだけなんですけども、あの、ま、ボクシング習ってる人とかね、あのもし必要な筋肉がここであれば、あのこの筋肉、筋トレはものすごく役に立つので、あのやってみたらいいと思います、ね、本当胸が張れるだけで気分が晴れ晴れしてきますし、毎日ねテンションも、あの平常時のテンションが高い平常心になりますから最高ですよあとはね、
あの胸を張って生きれるっていうのは謎の落ち込みとかしなくなりますね。ね、なんかいつも楽しい気分でいられるっていうかね。なんかそういう小さなことがすごい幸せだなと思います。小さなことですけども、毎日ね、常にいつもなんとなく幸せな気分でいられるっていうね、素晴らしい状態に近づいていきますんで、あの胸を張っていけるように背中もね、しっかり鍛えていきましょうということで、5セット目いきます。5セット目完了です。まあ15キロっていうね、重量なんで、そこまで重くない重量ですから、特に男性陣はね、ちょっと鍛えればこのぐらい軽く上がるようになりますし、もともと上がってる人はね、こんなんでいいのかなみたいな感じになってきますけども、回数、レップ数をレップ数とセット数をね、上げていくと、回数とセット数を両方ともね、上げていくと、かなり、効いてくるというか、効いてきますし、スピードを上げればね、負荷も上がりますし、でさらに回数とセット数を上げると脂肪燃焼効果もね、高まってきますから、僕もね、今ね、だいたい全身に1センチぐらいの1センチ近く前後 の, 皮下脂肪がね、べっとりくっついてるんで、本当によく食べるんでね、脂肪がなかなか落ちないのでね、どうせだったら筋肉をつけて、ね、食べる量よりも燃える量を多くして痩せて いこうというね、計画です。ということで次はね、ちょっと5キロを重くして20キロでやっていこうと思います。はい、ということで、ね、今20キロで30回できました、ね、かなり肩周りが張ってきたかなと思うんですけども、前後で写真撮んなかったんであれですけど、この辺がねかなりパンプアップされてると思います、うん、まあね、もともと懸垂がね、この間5日前、あ3日前ですね、3日前 の, サーキットトレーニングで懸垂をね55回やってるもんですから、こっちで55回こっちで55回合計110回ですか、懸垂やってるもんですから、今日はねそんなに重くない筋量重量で、どっちかというとバルクアップパンプアップですね。バルクアップは筋肉の量を増やす、パンプアップは筋肉をパチパチもうバンと張らせるっ
ということで、今日はねパンプアップの日ですけども、これこのぐらいのね大きさになってくればかなり僕的にもね嬉しいので、嬉しいし迫力も出てくるので、ね、ということですね。まあ20キロ30回やったんで、次はあの趣向を変えてね、こうやって、ね、持ち上げる筋肉ですね、ここの前側の部分をやっていこうと思います。前側の部分はね 7.5キロを両手に持つので15キロでやっていきます。反動つけないようにしてね、反動つけないようにしなきゃいけないから、ここに柱に腰を当ててね、反動がつかないようにしていますね。で、体を斜めに倒すことで動く可動域が広がりますから、筋肉ねもっとワークアウトの効果が、ね、最大限に発揮できると思うので、それでやってみます。で、前に倒すと腰に負担がかかりますから、腰はきちんと反らして腹筋背筋に力を入れてでいきます。7.5 キロでもきついですね、今背中見てますけども、かなりパンパンに張った感じがして、僕的には、ね、今日の僕的には満足ですね。やっぱりね、男性陣はあの溝の力上がどれだけ鍛えられますか、がっしりしてるかっていうのもあのポイントになりますし、でここから上をね、がっちり筋肉つけると食事量が変わらなくてもね、他の燃える量が上がるんで、食べてる量がね、そこまで変わらなくても燃えやすくなります。燃えて、脂肪が燃えてね、あの痩せやすくなります、うん、で、もちろんね、あの通常よりも重いものを持ってワークアウトするもんですから、上半身を鍛えても下半身がね、少しワークアウトされてきます、うん。あと本当ね、このお腹の肉、このね、肉をね、一枚ベロッと燃やすことができれば、僕的には大満足ですね、うん。そしたら次の段階に進むかなっていう感じですけども、まずね、ここの、このデコルテラインですか、デコルテ肩回りラインをしっかり鍛えてやっていこうと思います。7.5 自体は軽いんですけど、いつも使わないところをね、ワークアウトするのは結構きついです。負荷を逃がさないというのが大事なんで、上げ切らず下げ切らずですね、やっていますけども、かなりね、いつも使わないところなんで効いてます。まあね、あの2日前にね、こういう筋トレですね、この筋トレを腕立て伏せ対腕立て伏せ用にね、こういう筋トレをやったんですけども、それがね、この下の部分にかなり効いてるので、今この辺とね、足回りかなり筋肉痛なんですけども、そこ以外の部分はね、まあ全然平気ということで、そこ以外の部分でやっております。よし、まあ今日はパンプアップなんでね、回数を重視にして、回数できるだけ多く、セット数もできるだけ多くっていうふうに考えます。
結構連続でやると来るな。結構連続でやると来ますね。いや知り合いにね、西野さんっていうあのパーソナルトレーニングの方がいらっしゃるんですけども、その人体重80キロで、魚中絶伏せをね、60回もやるというあの化け物がいますので、ね、化け物みたいな体力があるのに、ものすごくイケメンなんですよ。癒し系イケメンっていうね、その人が、その人を挑めた人はもう最高に幸せなんでしょうね。まあそんな感じでね、あの、まあ、憧れの一人、憧れの、なんですかね、筋量を持っている人の一人ですけども、ね、僕もね、そこに目指して、今、頑張ってます。いやー、それにしても結構きついな。こんな感じですね、下からのライトが眩しいかな。こんな感じですね。でここね、プニプニしてるでしょ。これを落としたいんですよ、うん、よし。まあね、あの前2週、10日ぐらい前までは最大筋力上げて終わりみたいなことやってたんで、筋肉は膨らむんですけど、脂肪燃焼効果がね、あのちょっとそれだけだと足りなかったんで、食べる量が多いんでね。なんで今はね、最大筋力を出すのは週に1回で、レップ数を多く、バルクアップ、脂肪燃焼効果をね狙った回数の多いワークアウトの日は週に1回ということで、1箇所につきマックスを超える日は1回で、回数でパンパンに晴らす日が1回という感じで、スケジュールを組んでおります、うん。で昨日足のワークアウト、足とね、しながらそれで回数のワークアウトをやったんで、筋肉痛がすごいです。回数の日の次の日は筋肉痛がすごいんでいます。これで 5セット目ぐらいかな、うん、この 7.5 キロ10回の5セット目ぐらいが完了しました。いや僕はね、あの自衛隊に入ったりとか、あの運動部に入ってたことはないので、あの何ですかね、限界を超えるっていう体験がほとんどないんですね。なので、あの安全な世界で生きてきましたけども、限界を超えている人たちはね、ここからさらに追い込んでいくのですげえなと思うんですね、うん。なんでね、僕もその精神力が欲しいなと、すぐ弱音を吐くので弱音吐いてもいいからやりきれる自分になりたいなと思って頑張っておりますということで6セット目いきますね、うん、よいしょ、うん、肘が曲がってきましたね。本当は結構ダメなんですけど、肘曲がってると。でもこの間のね、スクワットというか、あれみたいに、何、懸垂とか、うん、みたいに、なんか完璧にできてなくても許してください。よし。結構ね、きついですね。
まあね、本物の格闘家の人たちはこれが準備体操みたいな、準備体操みたいな感じで、ここからさらにね、ワークアウトのワークアウトというかね、格闘技の準備を練習をすると思うんですけども、僕はね、格闘家ではないので、そこまでやってませんが、そういうね、ジムにも将来通いたいなと思います。まあ体が硬いのと動いてないので、最初の3ヶ月はボロボロになると思うんですけども、やっぱりね、体を鍛えると自信がついてきますから、毎日が楽しくなります、ね、ぜひ一緒に頑張りましょう。で、次はまだやるんかいって感じですね、まだやりますよ。次はそれやな、次はここですね、この筋肉、これですね、これをやっていきます。ここに関しては、もともとの筋肉が弱いもんですから、ね、5キロでやっていきます。で、肘を固定して難しいな、ここに関しては、ね、やり方がちょっとよく分かってないので調べてからまたやろうと思います。結構やり始めるよりはちょっとがっしりしてきましたけどね、まだまだ泣く部分が多いんで頑張っていきますよ。あとは腹筋ですね、腹筋のこういう風に曲げる力に負荷をかけるという感じで、懺悔みたいな感じですね。よし、しゃがんで腕と首を固定して丸ごと、だいぶね、これをやるときはここから上は全部固定して、で腹筋を縮めるだけの
腹筋を縮めてから上半身を倒す。腹筋が縮まるから上半身がついてきて倒れるっていうね、イメージでやっていただくとものすごく腹筋に効くのでいいと思います。でやっぱりね、少ない回数よりも 多い回数の方がたくさん筋肉がね、血を送り出す量が増え、圧倒的に増えますので、全身の血が巡ってね、その分代謝が上がって脂肪が燃焼されやすいということなんで、これもね、最大の重さでやるよりは半分か3割ぐらいの重さで回数をやった方が脂肪燃焼には効果があります。ただ筋肉の太さが太くなりづらいんで、週に1回はね、マックスの重さを超える、ちょっとでも超える重さでやっていただく、もしくはマックスの重さよりちょっと軽い重さでスピードをね、以前よりも速くやるというふうに、何ですかね、重さかけるスピードイコール負荷なので、それがね、負荷の部分が前回よりも超えるようにやっていただければいいかなと思います。汗だかな、これだけでも汗だかな。はい、ということでね、腹筋もかなりバキバキに来てますけども基本のね、伸ばすときに吸って縮めるときに吐く、これをね、ワークアウトにね、取り入れることで基本的に効果が上がりやすいですし、息を吐きながら縮める、息を吸いながら伸ばすということで、筋肉の動きで血を送り出す、プラス呼吸でね、横隔膜が上がり下がりしますから、それでさらに全身に血を送るというふうにね、倍以上の効果が出てきますから、特にね、深呼吸100回してみてください。大きく吸って5秒止めて、ゆっくり吐いて5秒止めるみたいなのを100回ぐらい繰り返すと、それだけで本当にね、すごい燃えて、体の中血が巡って燃えてきますから、最高ですよ。でそれをワークアウトにね、ちょっとスピードを上げたものをって感じでワークアウトに取り入れて、ワークアウトの動きに取り入れていくと効果が倍増してきますんで、ぜひね、おすすめです。そう、最近めっきりやってない、ここですね。ここは上げるときに小指を内側に、上腕二頭筋は肘を固定してね、で上げるんですけども、上げるときにこの小指側をクッて、見えますかね、小指側をねじる、小指を 内側にねじることによってさらに効果が倍増するので、なんで上げながら、ねじりながら上げる、ねじりながら上げる、ねじりながら上げるっていう風にやることで、本当にただこうやってやってるよりもものすごく早く、かなり負荷が入るので、なんていうかな、鍛え
効果が上がります、うん、効果が上がりやすいです、うん、であとはあの手首の部分でね、ここに入るはずのものがこっちに逃げちゃってるっていうのがあるので、上げるときにこう手首を反らしながら上げる、反らしながら上げる、反らしながら上げると、こうですね。そうすることでここだけで上げれますから、ここ伸びて使えない、曲がってると負荷入るんですけども、伸びきってると負荷入りませんから、それでグッと上げるっていう風にするとね、この曲げねじりながら上げるのと、この上げる、この手首の使い方が、ね、違うだけで効果もね全く変わってくるので、これもね一つ参考にされるといいと思います、うん、なのでねじりながら上げるっていうのはこうですね、こっちから取ったのか、こうこうこうですね。で手首を反らしながら上げるっていうのは見えにくいんですけども、こうこう、あまりバーベルが上下してないのが分かりますかね、うん、まあ、こんな感じでね、あの回数やっていくとだん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 、あこういうもんなんだって分かってきますから、うん、まずはねやってみることが大事です、うん、こっちもこうやってね、グッとグッとグッとねじって、そういう感じです、うん、まあ、ということでね、今日はね、このローイングですね、15キロ30回が6セット、5セットと20キロ30回が2セット、合計で210回。で、さらに、この肩の前の部分ですね、7.5 キロ、片手 7.5 キロを10回を2セット、3セットぐらい、うん。で、腹筋、これですね、この腹筋が13回と17回、うん。で、これはやり方が分かんないんで調べてやっていきますと。で、これを紹介して今日は以上になります。ということで、また次回一緒にやりましょう。じゃあね。